グアリーノの聖母は、イタリアの中世後期の芸術家、ズッチョティブオニンセーニアに帰属されている絵画である。イタリア北部、トリノのサバウダ美術館に所蔵されている。遺体の来歴はわかっていない。1910年に、絵画は16世紀の上塗りに覆われた状態で、フィレンツェの古物市場で売りに出され、1925年にトリノの起業家で、 コレクターのリカルド・グアリーノによって購入された。1933年から1959年にロンドンにあったが、その後トリノのサバウダ美術館に戻った。作品は署名されてはいないが、チマブーエないし他の画家の手になるものとされてきた。現在では、ドッチョがチマブーエの影響を受けた初期の時代に制作した作品であるとして一致した見解がなされている。本作は、 実際により後に制作されたドゥッチョの、ルチェンライの聖母のような優美さは、まだなく、同じくドゥッチョの後の、クレボーレの聖母に見られる完美な顔立ちの聖母でもない。グアリーノの聖母には、むしろルーブル美術館にあるチマブルの、荘厳の聖母を想起させるものがある。ドゥーチョ、ミラン、シルバーナエジトレ。ありがとうございます。